第1回人狼ゲーム大会。よいしょ。さあ始まりました皆さん。今回はですね、神保町所属メンバーで人狼ゲーム大会をやっていこうというシンプルな神保 YouTube 吉本漫才劇場の公式 YouTube 企画です。はい、はい、早速ですが今回一緒にゲームするメンバーはこちらです。どうぞ。ネチャーバーカー笹本です。タマスイ。10番ガルト中村です。タマスイ。ナイチンギューバーズ中村です。タマスイ。エマザーケスイ。デカダスアシナです。アシナス。ブラゴーリ大ちゃんです。タマスイ。十字架ソリさんオーリです。アシナス。ダタダタのドブです。お願いします。いや人狼や。ここか。ここ二人ね。なんでなそんなすぐけ。アシナス。二人だけ。二人だから。アシナス。アシナスやるとってアシナスなんだから。いいよ、進めて。はい。皆さん人狼やったことありますか？あります。やります。はい、始める前に簡単に、人狼の説明を軽く。はい。はい、人狼とは村人陣営と人狼陣営の二つに分かれて、プレイヤーたちがそれぞれの陣営の勝利を目指して戦うゲームです。はい、ゲームの最初に決まる役職は自分だけしか見ることができません。もうあらかじめ皆さん見てますね。ました、はい、そのため議論して相手を信用するまたは疑うことによって自分たちの陣営の勝利を目指していくという、はい、まあ本当、はい、まさに人狼です。なるほど、はいはい、そして今回もあの役職が決まってまして村人が4人、はいはい、人狼が2人で占い師と霊媒師が1人ずつ、うん、で今回は3日間、はい、で、決戦勝負が決まります。3ターン、はいはい、なので、まあ、動画を見ながらお客さんもぜひ予想しながら。なるほど。役職は発表されないらしいんで、うん、見てる方も予想しながら楽しんでいただきたいという、なるほど、はい、まあ、それではもう早速ですが、はい、やっていきましょう、はい、人狼ゲームスタート。5分です皆さん、はいはいはい、でもまあこれ今は何の情報もないんで、まあそうよな、ね、目とかを見て、いやなんかねもう正直ナカルティンがえっ、いやいや、ちょっとねえぐいな。お前マジで何かだけ教えてよ。せめて、ああまあ確かにちょっと、え、村人、村人、ああ、でまずね、ナカルティンは、うん、コーナーとかの人狼とかのコーナーなんかちょっとぽいやつじゃないですか、はいはいはい、で人狼やった時に、うん、疑われたらもうグーってなる。ええー、でなんかその話し出していいですよとかの時もグーってなる。なんか自信持って村人って言った感じはあった。確かに、まあ、確かに、うん、まあ、あのコーナーの時は違いますみたいな、村人ですみたいな言わんかったから、村人の可能性高いじゃん。そのコーナーの時は、うん、なんか、こいつをだけ騙せればいいと思って嘘ついたら、その全員バレちゃってて。なるほどね。なんで嘘ついたのって今言われちゃって。なんかアシラさんめっちゃ喋りたい。いやね、佐々木とか、うん、そこの2人はさ、よく喋るじゃんか。佐々木あんま喋らないから、表情とかよくわかんないなっていう。どっちなの？え、僕はもう普通に市民ですよ、もちろん。村人、うん、村人ね。え、じゃあちょっとみんな聞きます、うん、ああ一通り村人から手あげますも。でもそれでもさ、占い師がさ人狼側にバレちゃったらさ、うん、確かにちょっと行かれちゃうね。でも今のその村人って見たやつが市民で、いや俺も思った。ああ、なるほど。なんかね、市民って言っちゃってたね。で、大ちゃんも市民って言っちゃってたさっき、うん、言っちゃってた。あ、でも今なんかえぐい食いつき方したよね。確かに。しかも髪型変すぎて関係ねえだろそれは。なんだよ、関係ないだろ今。いや、村人がこんな髪型するじゃないもん。そんなとこやないです、こんなの村人。あるのよ。でも大ちゃんの言い間違い気にしてたら大ちゃんずっと人狼になっちゃうから。まあ確かに。何髪は泣かれて今髪型気持ち悪いよ。なんか自分だけじゃん。なんかさ、そんな髪型の話じゃないよ。髪型の話じゃないよ。髪型だから何？木村拓哉。木村拓哉の何から気持ち悪いからいいよ。でも言って。木村拓哉の劣化版のさ、面白いやつみたいな髪型してるのやめなって。人狼じゃないの？危ないな。難しい悪口だな。悪口むずい。さっきより明らか元気だよ。なんで僕も怪しいの？ナカルティの大ちゃん怪しいの？え、マジで村人手あげましょう。村人はマジで。おお、いや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 。占い師とかは言うメリットあるよ、別に。占い師とか。占いされるかもしれない。そう、結局人狼バレる。騎士とかがいたら守ってくれるんですよね。次で騎士おらへんから、そう、占いを出してほしい結果を。え、でもこれさ、待って、この1ターン目誰か死ぬってことだよね。誰か殺さなきゃいけないでしょ、これで終わったら。投票がとりあえず1体しないといけない。絶対大ちゃんが。しかも殺さなきゃいけないって、もう人狼側じゃん。確かに。え、うわっ、あぁ、じゃあもう言うわ。
ああ、占い師なんだ。いや、でも、じゃあ殺されちゃうんじゃない。いや、でも、ちょっと待ってください。占い師なんだよ、俺で。あ、占い師は新たな占い師が、あ、嘘ついてますって言ってもいいよ。でも、いや、でもそれ言ったら言ったら危なくなる。しかも、これガチだったら普通に殺されるし。大ちゃんは多分死ぬよ。死ぬよ。いやだ、もう殺し返して。これ人狼出るメリットないもん。はい、お疲れ様でした。じゃあ、普通に占い師を失っただけってことです。そう、今、最悪よ。もしかしたらね。なんで疑うのよ、もう。でも、大ちゃん。なかなか今は大ちゃんを殺しておるでしょ。なんで、みんなが喋ってるんだよ。あ、すごい、成長してる。すごい。中身でいいじゃない。絶対人狼だから。中身でいいじゃん。でも、でも思ったよりアシナさんが喋ってない。確かに。人狼人狼。思ったよ。お前人狼だな。俺あんまやったことない。それかアシナさんはみんなのトークが早くて入っていけない。ただ実力ないだけじゃない。トークのペースかもしれない。いや、それもなどよ。いや、マジ、今さっきアシナさんがボソッと、いや、大ちゃんだろうって言ったのよ。これも確実に人狼。ああ、ダイちゃんではないもんな。ダイちゃん、ちょっと待って。ナカルティンがもう笹本疑いすぎて。ここはここで。笹本なんもなかったよ。これナカルティン。ダイちゃんが話してるのに、俺が話してるのに。ナカルティンなんかね、いつもいじられた時そんな自分で笑ったりしないんだけど、なんかいじられた時自分で笑ってよ。ごまかしが、ダイちゃんこれわかる。最悪やって、ずっと実態を言ってるんですよ。大ちゃんはもうしょうがない。ちなみに大ちゃん、もし生き残れたら誰占いたいか。あ、それ聞いたか。確かに。鍋。俺だ。お前は。いやでも鍋さんとかうまく隠れてる。ゲームマジかよ。こういう時って人狼ってゲーム回してるやつが一番聞く怪しいですか。誰が回しましたか。あ、なるほどな。鍋さんが回しました。鍋です。え、でも。え、あ、お。あ、終わりました。うわぁ。もう喋れない。最悪やな。喋れないよ。じゃあ村人側が初日追放するのはせーの、じゃあ大森さんから。僕は大ちゃん。大ちゃん、え、人狼やん。お前人狼やん。お前人狼じゃん。人狼、人狼、この2人で人狼。はい、大森さんが大ちゃんで、大ちゃん。流れていい。俺大ちゃん。大ちゃん、俺アシナさんです。俺もアシナさん。じゃあアシナさんですね。笹本さん。もうええやん。だからまで一票。じゃあ最初に追放されるのはアシナさんです。わあ。あ、あれ？これとか言えないもんね。アシナ。いやいや、それだよ。何も言ってないのに。いやでも。でも普通にあれですね。先輩を一番最初に追放させるのはあんま良くない。確かにな。ゲームだからしょうがない。まあまあ。うん。ガチじゃん。はい、2日目の会議が3分です。いや、大ちゃんガチ占い師だったってことですか。やっとしたら、なんであんな遅かったのさ、言うの。いや、でももうどうしようもないと思ったんだよ。めちゃくちゃ疑っちゃったけど。え、どう、とはいえ、でも大森さんがおかしいもんね。まあ、さっきね、どう考えても大ちゃんをやろうとしてたもんな。そうそうそう、変なことしてましたよ。普通にまず俺その東京に上京してきてから、うん、あの歌舞伎町のドーナツ屋さんでバイトしてるっていう時から怪しかった。そんなわかんないから村人殺すためにやってるのちゃう。自由が丘とかで普通やるから。いや、ドーナツ屋さんはドーナツ屋さんは忙しいことやらないんで。仮に大森さんがあったら言った方がいいですよ。例えば役職 あるとかしたら、あの今俺はだから霊媒師とか占い師とか言った方がいいけど、はい、絶対に村人ない。特に有名に、まあ、いやでも最初に言ったあの村人を市民っていうのは怪しないっていうのはマジ結構いいこと言ってません。これ確かから村人の人と思いません。まあ、結構市民、うん、あの実は霊媒師なんですけども、霊媒師、まあ、霊媒師だからその村人って書いてなかったら市民って言っちゃったのよ。なるほどね。佐々木も言ってた。で、霊媒師で、あのさっきアシナさん追放したじゃないですか。アシナさんは人狼でした。ああ、じゃあ大ちゃん指さした大森さんとアシナさんでもう終わりじゃない。あ、じゃあもうこれフィニッシュしちゃう。そうだ、フィニッシュ。あと2分ぐらいあるからみんなでダンス踊れば勝ち。でも俺大ちゃんを人狼って疑ってたのに大ちゃん殺すメリット特になくなる。俺が、いやでも占われないじゃない。でも確かに、どうせ夜食べれますもんね。確かに。だから一応俺はいじる必要はない。確かに大ちゃんって言う人ね、言うから。俺はいや、
なんか結構ここやと思い出してるというか、第2セクションのナカルティの口数の少なさ。ナカルティと笹本と笹本とかはどうかな。え、じゃあ嘘つきってことですか。いや、じゃあ合ってる。こっちが合ってる。たぶん霊媒師が本当じゃん。霊媒師が本当の可能性が高いはず。芦田さんが霊媒師じゃない限りは。で、大ちゃんは絶対占い師。だってそしたら絶対本物が出てくるんで。あ、そっかそっか。かなり村人として確定されてるな。楽しくね。やっぱ一回殺してみる。一回殺してみんな。一回一瞬行ってもいいけどな。いや、でもいや、ただな。でも、いや、でも、俺がさっきの村人の意見を同意してくれたのは、この村人同士のやつの気もする。そうでしょ。まあ、確かに。やし、今ので乗っかったこの2人は。どっちかやっぱ、でも確かに大森さんのさっきの意見は確かに合ってる。大ちゃんを倒す必要は全くない。そうそうそう。で、霊媒師は霊媒師でしょ、多分。まあ、で、これは確定じゃないですか、さっきは。そうですね、ここは霊媒師。他にも出てこないしな。でも、あえてやってんのかな、大森さん。そんなわけないか。まあ、むず。ナカルティも。でも、ナカルティはね、ずっと怪しいよ。でも、なんかし、何も喋ってないから。仕事なさすぎも喋ってないから。ずっと怪しいって、まず最初から。うわぁ、はぁ。うわぁ、むずい。じゃあ2日目を、村人が会議して追放する人を決めましょう。せーのでいきます、じゃあせーの、じゃあ笹本から。大森さん。佐々木中崎。佐々木さん。佐々木。大森さん。俺も笹本。俺中崎。ということは、これは何？笹本。2-2やから、ジャンケンさんが。あ、じゃんけんでいきます。これは、だから、笹本。笹本さん。大森さん。はい。まあ、じゃあ、俺さっき笹本って言ったの。笹本で、そのまま。え、じゃあ、ってことは、僕、ぶっ飛び？おいで。うわ、人狼じゃないわ。人狼全体おもろいから。うわー、でもこれゲーム継続してるんやったらあと1人ってことですか。それは分からへん。まあ、分かんないんじゃないですか。え、でも1人しか追放できるんやな、次。だから2人残ってたら人狼の勝ちやから。 あと1人ってことや。あ、じゃああと1人ってことですね。3日目の会議の時間は1分です。スタート。いや、いよいよナメさんの可能性が出てきたんですけど、まあまあ、いや、でも俺は正直なんか、まあ、ここ二人のどっちかかなって思っちゃってるけどな。もう大森さんは違うかな。いや、でも大森さんがなんか、うわ、まだ人狼いるってことだとか。なるほどな。俺そこまで IQ 高くはない。どっちだ。だいぶ高いけど、そこまではまあ IQ は足りやるんじゃない。そうっすもんね。うんこの時そう。絶対チンチン出して道走った。あかんから。でも走った。いや、でも普通にええわ。いや、もうほんまに、うん、もうこれもうゲーム性とか関係ないけど、うん、ナカルティ元気ないっすよね。それはそう、ほんまに緊張して、あの時の目はやっぱしてる。ちょっとそろそろだから何も言わない。いや、分からん。否定の一手が欲しいのよ。じゃあだって違うんだっていう。でもみんな残ってるの絶対村人なんで、多分、うん、そうね、否定のあれもないっすよね、うん、まあ確かに。でも、うん、今疑われたらマジで違うっていう入りになっちゃわないですか。そう、全員な。もうちょっと大ちゃんが悪いな。大ちゃんが悪い。村人がこんな隠れさせる意味ないもんな。うわ、うわ、これは全然わからん。うわ、これは追放する人を一人決めたいと思います。じゃあせーので、はい、せーの。じゃあ大森さんから。俺は、ナカルティ。僕は大森さんです。大森さんです。ナカルティン。うわ、2-2で割れたんだ。これじゃあ無理じゃん。じゃんけんしましょう。もじゃんけんって。負けた方がじゃあ追放でいいですかね。はい、負けた方が人狼が追放。根底覆すから。最初はグー、じゃんけんほい、追放で。ナカルティン追放で。全ての人狼がいなくなりましたので、村人側の勝利。やったじゃんけんかよ。いや、ね、でもちゃんとやっぱずっとナカルティンおかしい。いや、確かに言ってた通りだったんだ。やっぱり途中からおかしかったわ。ナカルティン、なんか面白くしたいんだったら選んでください、人狼をそっちで。ちゃんと
とできないんですよ、マジで。めっちゃ弱かったもん、マジで下手だった。僕のファインプレー、その気づきました。何？最後の決戦投票、僕最初ナベさんさしてたんですけど。いや、俺も思ったね。そうなのか。やってるなって思って。あ、なるほど。さしたんですけど。いや、ファインプレーもクソだよ。ずるやん。なんか僕にも票集まってたから。なんか、ちょっと待って。じゃあ人狼だったのは、誰ですか？アシナス。アシナス。じゃあ霊媒師は、はい、あ、言ってた通りね。じゃあ占い師は、はい、これが悪いわ。マジ使い。いや、マジで言わしてくれや。じゃあマジ言わしてくれ。最後の方に占い師って言ったらもうそれ殺されますって。そうよ。じゃあ言わして。言わなかったら市民が俺を殺した。確かに、ね、確かに。占い師って言ったら人狼に殺されてた。確かに。もう無理やって。どっちで殺されようかと決めて。そうね。じゃあもう終わってます。だったら潔白なんで。お前ひどい。結果的に足だったら倒せたもんね。それで。そうそうそう。そっかそっか。中村が誰かが言ったね、大ちゃんやしいっつって。うん、青森さんもだ。俺も思ったよ。もう下手すぎる人狼マジで。下手。なんで疑うんだそこで。ほんまに怪しい。アシナさんじゃなくて、じゃあアシナさんわかるよ。その俺のこと疑う、人狼だからって。ああ、そうか。市民側は絶対言わないからな発言。大ちゃん殺そうって投票の時。もうみんな忘れてんじゃん。結構前あそこで忘れてんじゃん。結構邪魔だけど。最初わかんないですからね。あとナカルティンやと思ったもん。ほんまの一つ俺も確信。うん。テピンの膝上トーン。みたいなそんなやつ。いや、そんなやんない俺流れてる。多分その言ってきたじゃないですか、うん、僕が疑われたら変なんだろうみたいな、うん、それがあったから僕はちょっと生き残れたから、ね、いや、そうなのよ。中村がかばっちゃうかな。逆にかばっちゃった。勝手に野放ししてたら僕一旦目で終わってました。中村が今日は堂々としてるなとか言ったから、そう、じゃあ違うのかなと思っちゃった。あの時と比べたらちょっとマシになってたんですよ。どんだけひどかった。また馬なりますよこいつ。なるほどな、はい、じゃあということで村人の勝利で以上、第1回人狼大会でした。